皆さんミニストップって知ってます？パチどうも上白と申します。てなわけで今日なんですけど、あの幻のコンビニエンスミニストップっていうお店があるんですけど、僕それちっちゃい頃から知ってて結構好きなんですけど、でもあんまりちゃんと商品とか食べたことないなと思って、今日は朝からミニストップパーティー繰り広げたいと思います。じゃあ買い物行ってきましょうね。はい、よいしょ。あ、もう買ったんだけどね、実はね。てなわけでミニストップオリジナルのスイーツ、パン、あとこちらがまあお弁当、あとこのレジ横のやつで、なんかミニストップ個人的なイメージでこのレジ横とかドリンク系みたいなのが強いイメージなんですけど、大好きです。じゃあ早速サムネ撮っていただきたいと思います。イエー。あ、違う、はぁ、500ワットで6分20秒だって長いね。いってらっしゃいませ。 OK。うわ、朝からこの匂いはダメです。はい、コンビニスイーツでさ、こんな立派な箱に入ってることってあんの？ないうわ、でか、たか、大きい。アメリカンドッグ、あれ、ちっちゃい。ね、なんか大変なことになっちゃった。ああ、やっちゃった。うわ、美味しそうです。うまそうだ。はい、ありがとうございます。いただきます。よっしゃ、溶けちゃいけないんで早速このポテトをいただきたいと思います。ミニストップって僕このハロハロとポテトしか食べたことないかも。楽しみにしてるからね、君たち。うん、うわ、ポテト美味しい。このプラスドライバーみたいな形なんだけど、この形が美味しいのかもね。麺もいっちゃいます、一緒に。もちもちハッピー。これがミニストップの実力か。じゃあこれいっちゃいますね。ミニストップといえばこれだよねって感じなんですけど、ハロハロね、夏定番商品なんだけど、昔実家の近くにミニストップがあって、よくね連れてってもらいまして、いろんな味があるんだけど、ラムネ味みたいのが好きで、パチパチ爽やかな感じ。これメロン。はあ、めちゃんこ溶けてる。中学生ぐらいまでこれ食べなきゃ夏じゃないよねみたいな感じでしたもんね。上はソフトクリームで、下はね氷アイスみたいな。うまいです。本番行く前に聞いてもらいたいんですけど、このさ、でかいポテトボックスみたいなやつ、これだけ配達限定だったっぽくて出前館で注文したんですけど、これで来たのね。箱、袋、この袋にこいつがポコーンって入った状態で来てて、で蓋も一切ないのね。しかもこの袋留めてるやつ もうこのテープだけなの。このテープいくらでもつまみ食いできちゃいますぜ。やった。違う、まずこれだけでもさ、え、こんなんでいいのみたいな思うじゃないですか。しかもやっぱさ、それなりに時間がかかってるわけなんですよ。20分30分ぐらい。ポテトとかってさ、やっぱあったかいうちに食べてこそ美味しいじゃないですか。冷めてたら嫌だなと思って食べてみたら、冷めてます。はい、まあいっか、しゃあない。まあ無事に届いたんだしいいよね。しかもこんな山盛りのポテトがさ、2、3粒つままれててもわかんないし。ポテトからのラーメン、ラーメンからのアイス、もうこれだけで米粒3粒ぐらいいける。じゃあこいついっちゃおうかな。台湾カステラいちご、これすごくないですか、このでかさ。うわ、ファンデーションもびっくりでございます。もう一口。バランスタイプ、このストロベリークリームの量から考えてさ、若干はちょっとくどいかもなみたいな感じするじゃないですか。でもこのクッションたちがふわふわ優しくて嬉しくなっちゃいましたね。しかも重い。うわ、もっと早くに出会いたかった。まさかこんなにスイーツも美味しいとは。次これアメリカンドッグ。お久しぶりです。そのアメリカンドッグのさ、見た目はごついのに、いざ味わってみると、あら甘いのねみたいな、ギャップがいいよね。たまーに食べたくなっちゃう、年に2回ぐらい。レジ横ブラザー、うん、うん、このアメリカンドッグのちょい甘な感じとグラスポテトのかすかな塩気がとんでもなく合っちゃった。ちょっともうこれ溶けすぎちゃって原型ないんで先食べちゃいますね。僕とミニストップとの馴れ初めなんですけど、中学の帰り道にミニストップがあって、よく部活帰りとか友達と寄って、あのリプトンの飲んでましたね。懐かしいや。お金持ってっちゃダメだったけどね。ないしょないしょ。
やっぱ青春イコールリプトンだよね。あとジャガビあとなんか今回買ってこなかったんですけど、お店で作ったお惣菜とかおにぎりみたいなのも売ってたんだけど、まあそこも魅力の一つなのかな。うん、ちょこれもう一回凍らせよう。やっぱコンビニといったらさ、3社が出てくるじゃないですか。いや負けてないっすよ、ミニストップも。コロコロチキン、こっちも美味しいな。でも冷めてる。じゃあお待たせしました、こちら行きたいと思います。スイーツもパンもみんなそんな感じだったんですけど、でかいよね。しかも美味しい。これが企業努力ってやつなんだなっていうのが分かりましたね。見た目めちゃめちゃチョコチョコしてるんだけど、このクリームとムースが思ったよりも優しくて、あんまりグッと来ない感じでいいね。あとすごい大きなミニストップの良さがあって、名前がいいよね。セブンイレブンを7って略すように、ミニストップはミップみたいな巷で略すらしいんですよ。プで終わるって可愛くないですか、カービィみたいで。このスイーツの後のラーメンがうますぎる。うん、コーヒーとは全然合わないラーメン。うん、めっちゃ多い。パーティーって書いてあるもん。映画館のお供だもんこれ。これはすごいぞ、でかすぎます。うわ、僕ちっちゃい頃からこういうロールケーキみたいな菓子パン大好きだったんで、この迷路みたいな感じがいいんだよね。優しい。うわうわ食べれるわ。ラスト、ごちそうさまでした。今回ミニスト…ミニストップオブナンバーワンはダラララララララ、ハロハロー。まあ、ぶっちゃけ最初から分かってた。はい、最後までご視聴ありがとうございました。よかったら他の動画も見てください。チャンネル登録、評価、コメントもよろしくお願いします。ではまた。ハロハロってめちゃめちゃ夏に食べたいんだけど、買ってお家帰ってゆっくり食べようと思って持って帰るとだいたい溶けてんだよね。もどかしい。またねー。